レーシングタイプのシールド、今日初めて使わせていただきましたけども、去年よりも、まずタイムが3秒伸びたっていうのは、ものすごく、やはりそのシールドとヘルメットの効果があったのかなというふうに感じています。 TT というとやっぱり下半を持って頭をより下げた状態で踏むんですけど、まあ、その状態で普通のサングラスですとやっぱり視界がものすごく遮られて気になったりするんですが、シールドの場合はものすごく視界を確保されていて、今回使ってみてものすごくいいなと思いました。はい、今日初めてちょっと実践投入ということでクリテリウムで使ってみます。途中ラス2ぐらいで一周逃げたんですけど、やっぱりその空気抵抗を減らすためにもシールドの効果っていうのをすごい実感しました。僕は中にサングラス、まあ、メガネ代わりなんですけどを使いながらさらにもう一枚やってるということでちょっと変わった使い方かもしれないんですけど、まあ、特に違和感なく使うことができています。単純に1枚膜があるだけっていう感じで特に意識することはないかなと思います。ノーマルのやつかなりポリカーボネートのカッチリ感はあったんですけど、よりレーシングタイプの方は存在感がない感じはあります。現在、メインで使用させていただいているのが、今年出たエアロ R1 の方のヘルメットですね。通気性も非常に良くて、まあ、高速走行時もなんか、ね、風の音が非常に少ないので僕はかなり好んで使っています。なのである程度よほどこの夏場の暑い時期にならない限りは、まあ、この新型の、エアロ R1 の方で行こうかなと思うんですけども、本当 の, 夏の高温多湿の時期ですね、長い登りとかそうですね、速度の落ちるようなコースに行くときはゼナードの方を使っていただいて、通気性や発汗をのより高いようなヘルメットを使って練習していこうかなというふうに思ってます。どうしてもやっぱり山岳ステージだったり気温が暑い日はやっぱり汗を多くかいてしまうので、まあ、そういうところでゼナードを山岳ステージでは使おうかなというふうに考えてます。普段今までゼナードを使っていたんですけど、通気性はもちろんゼナードの方がいいんですけど、今回は R1 で一応全部行こうかなと思っていて、R1 の良さを探していけたらなと思っています。